彩気城からの長望彩気文化会館彩気市は、大分県の南東端に位置する市である。彩気藩の城下町として栄えた江戸時代から、彩気の殿様、裏で持つと言われており、豊富な海の幸と山の幸に恵まれ、世界一、彩気寿司をキャッチフレーズとして、観光客の誘致にも力を入れている。2005年3月3日に、彩気市と南山部郡五町三村が合併して、新たに、 再起死となり、九州の市町村の中で最大の面積を持つことになった。本詞の読みは、再起であり、地名、人名で一般的に使用されている、通常の金表記の再起ではない。これは、大正5年7月に再起町会が家音に合わせて、表記を再起から再起に変更することを決定したためである。同様の事例として、 広島県佐毅軍佐毅町がある。しかし、同年10月25日に開業した、鉄道院の日本本線佐毅駅や、昭和9年に開けたした海軍の佐毅海軍航空隊のように、国が管轄する施設については、この変更決定に従わず、本来の表記である佐毅が使用され1月15日に表記を佐毅に変更。昭和15年の国勢調査報告書にも、 佐柄とローマ字が振られている。とはいえ、表記変更からおよそ100年を経過した今日では、次第に区別が曖昧になっていき、1916年の表記改変以前にかかる事柄であっても、現行表記に合わせて、再起と書いている事例が多く見られる。大分県の南東端大分市の南東約60キロメートルの場所に位置する。東部は、日報海岸国定公園の分後水道に、 面しており、日本有数のリアス式海岸地帯が広がっている。また、内陸部は、祖母渓国定公園の山々に囲まれており、南部は宮崎県との県境をなしている。市内を流れる一級河川の板昌川によってできた、県南最大の中石平野に、市街地が開けており、県南地域の中核都市となっている。おおむね南海型気候に属し、高温多湿で、高雨量が多い。 気温は同じ埼玉市内でも沿岸部と山間部では差が大きく海岸部の埼玉アメダスでは冬日は少なく無双地帯が多くなっており夏の熱帯夜日数も10.1日と一定日数記録するしかし山間部では冬の冷え込みが厳しく梅アメダスでは1月の平均最低気温が氷点下接し2度冬日日数は81.7日と 熊本県阿蘇市乙姫や宮崎県五ヶ瀬町安、岡など、九州有数の寒冷地に匹敵する寒さであり、夏も熱帯夜となることは非常に稀である。合併前からの再起市は、九再起町の地区が大技がない状態であり、それ以外に23大技が置かれている。西部、中央部、東部に3分割されている。西部、中央部は、 市街地の住居表示実施地区の両端に接し、中央部は、女島、新目島の通称町名がある。東部は、番章川川口東側に位置する地区で、通称地名は、野田という。上浦やゆ本城梅直川鶴見与能津、釜え住居表示実施状況1805年に、原田里三郎が、日本で初めて椎茸をくぬぎに変えたとして資料に、残っている。 海軍航空隊の誘致に成功した佐伯町は、軍都としてふさわしい規模を要求されることになった。昭和11年には、大分県が、佐伯、鶴岡、城下忠、八万の一町三村の合併を鑑賞し、これを受けて、翌昭和12年4月1日に、佐伯、鶴岡、城下忠の一町に村が合併し、新生の佐伯町が発足する。昭和15年に、 海軍の佐柄防備隊が設置されると、村民の反対により先の合併に不参加であった、八幡村に加え、佐柄湾に面する町村のさらなる合併が求められるようになり、昭和16年1月21日には、佐柄八幡、西上浦、大入島の一丁三村の主張、助役が協議し、国策に従って合併に協力する旨を確認した。 こうして、同月23日の佐伯防備大使令、伊原美希雄からの合併要請、4月12日の内務大臣、平沼喜一郎からの合併諮問を受け、天庁節の4月29日に、大分県内5番目の市となる佐伯市が誕生。初代市長には、元法余要塞司令官の郷田健康を招聘した。平成の大合併以前、 平成の大合併以後旧佐伯市とその周辺の旧南山部郡地域とは以前から佐伯南郡と呼ばれていたように強い結びつきを有しており住民の日常社会生活圏はもとより経済圏もほぼ一体的であったそのため県内でも最も早く合併に向けて二千年十二月二十七日に佐伯市南山部群五町三村任意合併協議会が設置され 2002年5月1日に、佐伯市、南山部郡五条三村法廷合併協議会が発足した。そして、合併に向けて協議を行ってきた結果、2003年8月31日に合併協定調印式が行われ、2005年3月3日に、佐伯市と南山部郡五条三村が合併し、面積が九州最大となる新たな佐伯市が誕生した。なお、 南山部郡拡張村の旧役場は地域振興局として引き続き業務を行っている。詳細は大分県第2区を参照衆議院小選挙区選挙では大分2区に属する。直近の第47回衆議院議員総選挙での選出議員は以下の通り。なお、吉川元が比例で復活当選している。大分県議会議員選挙では 本市で一つの選挙区をなす。定数は3人。高等学校、編集中学校、編集私立小学校、編集私立特別支援学校、編集再帰駅高速道路、編集再帰本線料金所再帰 IC、TBE 北は有料区間、異南は無料区間となっている。また津久美インターチェンジ再帰 IC 間は2008年6月28日。 釜マ IC 北浦インターチェンジ間は2013年2月16日、佐柄 IC 釜マ IC 間は2015年3月21日、佐柄木あよい PA は上り線のみ2019年9月23日に、共用開始した。佐柄木あよい PA の下り線については共用時期、未定である。国道、編集道の駅埋め剣道、編集主要地報道、一般県道指導、編集、 最寄り空港は、大分空港、または、宮崎空港。大分空港へは高速バス、宮崎空港へは鉄道を使って向かうが、それぞれ二時間程度かかる。再起乗3の丸やぐらもん大分バス、ときバス停、歌喧嘩大橋分を二見が浦、目男岩戸、しめ縄大分県、マリンカルチャーセンター構え、インターパーク海辺の次第入島音楽、編集俳優、編集放送、 編集お笑い、編集その他、編集、ありがとうございます。